ございます。アミさん、こんにちは。はい、本日もやってまいります。皆さん、こんにちは。はい、なんか久しぶりの僕、お兄ちゃんからのスタートでございますね。ということは、もう皆さん分かってらっしゃいますよね。はい、その通りでございます。本日は久しぶりの弟に仕返しドッキリやっていきたいと思います。実は今、緊急でカメラ回してるんですけれども、僕、今日朝からアパレル撮影があったんですよ。で、その撮影が今終わったんですけれども、弟はね、まだ終わったこと知らないんですよ。で、車の中でね、編集しながら一生懸命僕のことをね、待ってくれてるんですよ。待機してくれてるんですよ。本日のドッキリを成功させるためには、まず一旦ね、5分ぐらい弟に車から外に出ていただく必要があるんですよ。先ほど僕、LINE しました。もうすぐ撮影終わるけど、ちょっとコンビニ行ってきてくんね。コーヒーやおにぎり買ってきてくんね。小腹が空いたらなんか飲みたいよ、みたいな感じで LINE を送りました。お兄ちゃんのことが大好きな弟くんなら、絶対に僕の言うことを聞いてコンビニに行ってくれると思ったんですよ。はい、皆さん、弟はこちらで編集をしながら僕のことを待ってくれています。やっぱりね、サンルーフも開けてるよ。絶対思ったわ。あいつね、クーラーが嫌いなんですよ。やっぱこの季節になると、ね、秋とかになると、もうクーラーいらないとか言って、結構喉やられる人なんで、僕たち MNA は。だからね、窓とかサンルーフを開けるんですよね。あれ？でもなんか閉めたぞ。閉めたぞ。あ、そっか。僕の言うことを聞いてくれたんだ。さすが MNA 兄弟でございます。お兄ちゃんのことが大好きみたいで、言うこと聞いてくれてありがとう。でも残念ながら僕は撮影終わってるんだよね、もう。はい、で、ここで僕が登場ですね。一旦ね、ちょっとどうしても車の中に入りたかったんですよ。なぜなら車の中にもね、ちょっとカメラをどうしても設置したかったんですよね。じゃ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 ーん、これでもうマカンちゃんは僕のものだ。ははは、もちろん合鍵もあるので開きますよ。よいしょ、しょ、やべ、めっちゃ噛み刺されたんだけど。それより、うわ、ふざけんなよお前。俺このドッキリのために全ての血を吸われたんだけど。というのを置いてて、ちょっと早速本題に行きましょうか。ということで、本日の開鍵、水鉄砲でサンルーフから永久に水をかけたら弟はどうするのか。よいしょ、じゃ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 ん、水鉄砲。ドラえもんみたいに言うなって誰か突っ込んで、あ、突っ込む人今コンビニにいたね、ごめんなさいね。はい、もうそういうの置いといて、僕ね、実は久しぶりに触ったんですよ。何年ぶりだろうこれ手に持ったの。水鉄砲がございません。本日のドッキリはですね、こちらの水鉄砲を使って、先ほどのあの橋の上からですね、弟多分ね、さっきみたいにまたサンルーフや窓を開けると思うんで、その際にババババババーンって永久に大量にずっと水をかけていきたいと思います。何よりもね、体が濡れるならまだいいんだけどさ、体よりもあいつがまだね、買ったばかりとまだ言えるのかわかんないけど、まあ一応買ったばかりですね、半年ぐらいしか経ってないんで、買ったばかりのね、このボルジェちゃんが濡れちゃうんですよ。多分体よりもそっちだよね。まず一回ワンプッシュしていい？行こう。ピュッ、わー、わーみたいな感じで多分なりますね。これやばいよ、見て皆さん、これ一瞬ピョンってやっただけでこんなになんかシミみたいになったけど、こちらはね、一時的なやつで、すぐに消えます。5分10分したら乾いてくれると思います。やっぱただの水なんで。やべ、もう早速弟帰ってくると思うんで、もうこんな無駄話してられないね。僕ちょっとね、上の位置に戻っていきたいと思います。それでは皆さん、最後までご覧ください。弟帰ってきました、弟帰ってきました。のんきに何も知らずに車へと乗りますね。お、おにぎりも買ってきてくれたみたい、ありがとう。よいしょ、うん、お、ここでサンルーフを上げた。やっぱりこの季節はクーラーよりも窓やサンルーフですよね。あいつの頭が綺麗に見えてますね。ちょっと待てよ、最初頭的中させようかな。いきます、弟がびしょびしょになるまで、3、2、1、アクション。雨だと思ってんのかな。まだまだ止まりませんよ。僕はね、こんなもんじゃないですよ。もっと過酷なことやられましたので、発射。お、あいつサンルーフ閉めやがったぞ。お、次は窓を開けた。お、めちゃくちゃいい角度。
そろそろネタお話ししようかな、かわいそうになってきた。なんで降りてきていいの？降りてこいお前。マジで行くよ。早く降りろお前。マジで行くよ。早く降りろお前。行ったな。おいどこへ逃げる。おいどこへ逃げる。お前俺にはこれがあるんだ。ああ、来るな来るな。ああ、来るな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 。お前うちゃけるね。オッケー、土下座しろ、土下座しろ。ごめんここで土下座しろ。汚いここ。土下座しろ。汚い、お前この水の方が汚いよ。下水だよ。分かった。ああ、耳に入った。おい。おいぶれ美女。おいぶれ美女。美女？美女なんかいねえよ。わあ。やめろ。楽しいな。お前とこんな遊んだら何年ぶりだろう。口の中開けて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 、口の中開けて。やめろ、おいやめろ。マジや、俺蹴るよ本当に。今口入った、今口入った。わ、本当にやめろ。最後耳入れていい、耳、耳、耳、俺が横向いてじゃん。マジやめろ、マジで。一回やろ、マジでやめるから耳入れていい、一回だけ耳。行くよ、マジで自分からやめるから、もし耳に入ったら。行きます、みんなもこれを期待してるんで。行きます。お前切れたらこういうことじゃん。お前綺麗な水だからまだよかったけど、お前やめろよ。お前だからさっき言ったの聞こえた、お前綺麗じゃねえよ。誰が綺麗って言った？え、本当にトイレの水だよ。しかもトイレのあの蛇口じゃなくて、トイレのさ、あの流す時に出るとかあるじゃん、あの水だよ。しかもちょっと僕ね、あのトイレと一緒に混ぜたわ。やっぱ綺麗すぎるとお前にはもったいないと思って、トイレの水も混ぜちゃった。だからなんか臭かったのかお前。そう、ちょ若干黄色でしょ、ほら。分かった分かった、お前みんなにはさ、あのおしっこぶっかけたとか言うな。言えねえよお前、ふざけるなお前。尿と混ぜたやつを弟の顔にぶっかけたとか言えねえよ。そんな俺汚い男にはなりたくないから、みんなには言うな。もう分かった、許すからさ、みんなにだけは言うな。許してくれた。分かった、行こうじゃん。もう、あ、行こうか。でもまだ俺カメラ持ってるよ。え、カメラ持ってるよ。お前おしっこ、中身がおしっこってことバレた。もう遅いな、俺逃げるから。お前カメラ持ってけ。お前俺どうすんだよ。持ってけお前、俺もう逃げるわ。お前これ埋めるよ俺。じゃあな、そこに埋めてこい。何人以上だよ。お前これ水鉄砲炎上だよ。水鉄砲炎上だよ。